ビームス僕っていうかビームスだったらここまでやると、うん、はい、第16回ビームスジャパン会議です。今回もですね、小山くんどうさんとご一緒にですね、くんどうさんのオフィス N35 からお送りしたいというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね今日すごいですね。これビームス、そうなんです、売るんですか？ビームスジャパンで売る野菜なんですけども、今回はですね、ビームスジャパンが、農林水産省と、コラボさせていただきましてですね、ちょうど食から日本を考える、日本フードシフトという、農林水産省がやっている運動をですね、ビームスジャパンなりに、考えてご協力したいということで、これはちょうどですね、うちの、今日ゲストで来てもらってます、ビームスの加藤ですけども、ビームス の, あのストリートブランド、大人気のブランドのデザイナーであり、加藤農園で、野菜を作っているという、ご実家が農業されてたんですか？はい、そうですね。こんにちは、加藤です。二足のわらじを履いている。もうこれはね、もう現在のもとんがった文化とそして、農業という両方二足のわらじをやっているので、今回の企画にぴったりじゃないかということで、加藤をですね、ディレクター、プロデューサーに立てて今回のプロジェクトを進めようというふうに。なんか不思議なもんですね、多分加藤さんをデザイナーですって紹介されたら、うん、うわとんがってんなと思ってました。農業って紹介された途端に、うん、うわ素朴な人が来たなっていう全くこうイメージ変わりますね。そうですね、だから平日と土日ではもうガラッと変わる形ですね、はい、加藤が作った野菜ですね、はい、ほぼほぼあの水の、あの今日の朝収穫してきました。こんな種類作られてるんですか？はい、通常だと30種類から20種類を作ってます。たまにね、加藤からもらうんですけど、めちゃくちゃうまいです。これをじゃあビームスジャパンの普通に店頭に並べて売るんですか？そうですね、はい、マルシェのように。はい、なります。日本のね、その食文化っていうものは本当に農業から始まってる文化なんで、それなしではビームスジャパンも語れないと。ということで、今回はですね、ビームスジャパンは耕すビームスジャパン、食のカルチャーとスタイルを伝えるという、日本の伝統文化もそうですし、オタク文化もそうですし、こういったもともとの、ね、歴史ある農業の文化を若い人たちに伝えていきたいということで、今回のプロジェクトに参加しました。素晴らしいですね。 ありがとうございます。加藤の方から一言。はい、普段はビームスに勤めながら服を作っていたりしているんですけど、実はガチで農業をやっていまして、ビームスっていうのはスタイルとカルチャーを発信していくクリエイト集団っていうかクルーでいると自分は昔から思っていて、今回耕すビームスジャパンっていうのはカルチャーっていう言葉っていうのが実は耕すっていう言葉から語源が来ていて、何が元々ラテン語らしいんですけど、僕も昔その話を聞いた時に、すごいいいなって思ったんですよね、うん、本当にビームスとか自分とかってなんか良くしていこうと、いろんなことをこうプラスプラスに明るいことをしていこうと思った時に、必ずいろんなところに行って現場に行って耕すっていうか、掘って掘って掘り起こしてみたいなことで、花とか芽が咲かないこともあるんですけど、実はそういうことが一番大事なんじゃないかなって思っていて、カルチャーとかスタイルっていうのが僕本当になんていうんですかね、好きなんですよね。だからビームスにいるんですけど、農業とファッションっていうのは本当にリンクしてなさそうに感じるんですけど、自分は両方ともやっていてすっごいリンクしているところがあるんじゃないかっていうふうに思って、今回なんかお話しいただいた時も、僕っていうかビームスだったらここまでやるとところを表現しようと思って、ちょっと頑張ってやらせていただきました。これあれじゃないですか、これ日光です。はい、作業するとき。そうあとはね、いつもね、なんかワンポイント、工夫があります。鉄鋼には普通ポケットなんかないんですけど、はい、もともと、虫が入ってこなかったり、こう作業したときに、自分を守ったり、当然服を着ながら作業してると、こう
ここがボロボロになったりする、うん、あのかなり自分はよく使っているものなんですけど、ただなんか一見落とし込みづらいかもしれないですけど、このコレクションのパンチにはなる方がアクセントになると思ったんで、あの今回作らせていただきました、はい、このタグがまたかっこいいですね。そう自分が作ったものに対しては必ずそのコンセプトだったりテーマを伝えたいと思ってたので、もう見てすぐ分かるような感じのものにしました、はい。実はあの今回、履いているパンツも、あのこのコレクションの一つで、まあ、ワンコーディネート組めるような感じで作ってます、でこのポケットはあの若い方に実際着てもらったいっていう気持ちがあったので、作業服としても、機能して、なおかつストリートで着ていてもあのそれなりにかっこいいねって言われるような感じのものを、ポケットの位置が、そうですね、あのどうしてもあの農作業するときっていうのはこういう立ってる状態よりもしゃがんだあの作業がすごい多いので、こうしゃがんだときにあのハサミであったりテープであったりアクセスしやすい場所に、通常のシックスポケットだともう少しサイドにあるんですが、それをここに入れられるような感じ、あとこう立ってたときにさっとこう物を入れやすいように、このフラップポケットの上がこういうような感じ、あとは収納ポケットなんですけど、まあ、どうしても鎌であったりハサミっていうのを使ったり置いたり使ったりするので、ここのポケットのループにこう引っかかるような形にしてます、でこちらはあの、まあ、キーチェーンとか若い方もいると思うので、ここに引っ掛けられるような要素、大きさ左右ちょっと変えてるんですけど、それはあのハサミの大きさっていうのは大小いろいろあるので、それがあの対応できるようなデザイン、はい、これもなんか、はい、この前そうなんですよ、これはびっくりしたんで、あの市場でどうしてもこういうもの洗ったものをそのまま持っていくので、当然濡れたりするんですけど、それがあの汚れたりするので、こう前掛けにもなってベストにもなるんですけど、実はこれ二層構造になっていて、ベストにもなるし、こう持っていただいたりすると、バッグにもなるデザインになって、こう物をこう入れられることもできるっていう感じになってます。で実際ちょっと着てみるとこういうような形になっていまして、実はここに物がこう入るような感じあのサイドにはポケットが10ポケットがあるので、出し入れもこちらの方からできるような感じになっています。でわざとあのマーケット等々のデザインを生かして、でこの素材自体もすごい乾きがあるあの伸び縮みのある素材になっているので、あの非常にあのちょっと一見 コミカルっていうかちょっと笑っちゃうような商品なんですけど、実は実用性があるっていうデザインも、それもそれ欲しいよ、それも欲しくなる、白い T シャツなんですよ、これなんかフィッシュになってるの、なんかこれはあの実はハサミを入れると刃先っていうんですかね、逃げるところがないと服を傷つけて穴開いてしまうんですよね、はい、逆にそのメッシュって穴が開いているのでその刃先が逃げるようになっていて、破れることがないようなデザインになってます。かっこいいですもんね、いいこの機能美って美しさ、形の美しさにかつながるんですね、やっぱり、これワンサイズだけなんですか、サイズあるんですか、サイズは一応若い方から、年寄りの方であったり、男性であったり女性の方も着れるように3サイズ展開に、はい、うわ、めっちゃ着やすい、これいいですね、似合いますよ、似合う、これ僕あの買いますねこれは買ってっていいですかありがとうございます。あの中が見えることもすごいいいことなんですけど、はい、あのお金であったり鍵とかが見えないように一応隠しポケットに入っていて、で横からもこう、そうですね、はい、あの自分が作る服 あのポイントはポケットワークっていうか、はい、何気にここにもポケットあるなっていうのが、あのちょっと一つ のプラス、まあ、いいところというか、売りの一つにはなってます、はい。でも実際にね、もう野菜を自分で作ってて、
はい、その時にね、こういうところにポケットがあったっていう、もうリアルに考える部分だし、あ、一方ね、はい、逆にストリートブランドでやってて、街でも着れるかっこいい良さっていうのを追求してるから、面白い、あ、ありがとうございます、組み合わせができると思います、はい、すごいですね、うん、超着やすいですよ。あ、はい、あのしかも旅行とか行っても、はい、この生地っていうのがあのシワになりづらくて乾きが早い素材なので、でしかもあのナイロンなんですけどコットンライクの見え方、非常にクラシックな見え方にもなってるので、あの今回のコンセプトには非常に合う、うん、生地からそういった感じで思いながらチョイスしました。これはなんか他のあれでも使えそうな感じするよね。あ、そうですね。農作業ではなくても、うん、あのいろんなあの、まあ、コーディネートのポイントになっていただけたと思ってます、うんうんうん、これ農水省の人のユニフォームにしたらいいじゃないですか。そうですよね、ありがとうございます。ビームスジャパンも日本フードシフト、面白くないといけないって言ったら、作りってあの簡単なんで、もうすごい